玉城知事は今日から8日間アメリカの国務省などを訪れ、相次ぐアメリカ兵による性暴力事件や辺野古移設問題などについて抗議や意見交換を行います。米軍人による、女性暴行事件が相次いでいるということと、綱紀が緩んでいるのではないかというようなことの、それを米国政府がどう見ているのかと、現状についての認識を問いかけていきたいと思います。現地では国務省と国防総省の日本の担当者と面談するほか、アメリカ連邦議会の議員との意見交換を行う予定です。